皆さんこんにちは。今日はですね、4563アンジェスのですね、チャートの解説をしたいと思います。この銘柄、今日ですね、10時に IR の、発表があって、ニュースが出たことでストップ高まで大幅に上昇してきております。で、直近の動きはこの三角持ち合いからですね、ブレイクしている形になりますけども、その以前のチャートですね、1月の後半から上がってきてるわけですが、一度大きく上げて陰線でね、かなり大きな陰線で一回売られてますね。10万円近くも上げて、それが一挙に7万5000まで売られてますからね、結構派手な陰線になりますね。ただその後ですね、大きく崩れることなくですね、5日移動平均線に沿っていってるのがわかると思います。前回も違う銘柄でね、ご説明しましたけども、移動平均線が順張りですね、25、75、200ときて、5日移動平均線に沿って動く銘柄はね、マークですよというふうにお伝えしましたけれども、その後3月8日高値を取ってですね、これも陰線で売られますけれども、5日移動平均線ですね、5日移動平均線に沿って動いていってるのがね、わかるかと思います。でこの銘柄特徴としてはね、上がってきて、一挙に陰線で売られて、その後また再びね、この高値を抜いてきてますね。で抜いてくるときに約1ヶ月ちょっとかかってますけども、今回の陰線の時はですね、実際そんなに期間はかかってませんね。2週間弱でね、ここを抜いてきてるのがね、わかるかと思います。でこの高値をつけて陰線、高値をつけて陰線ですね、当然売られますけれども、その後大きく崩れることなく抜けていく、大きく崩れることなくですね、抜けていく。やはりそういった銘柄はですね、どこがね、買ってきてるわけですから、崩さないように買ってきてるからね、大きく下げないわけですからね、そういったやつはマークしていかれるとね、いいかと思いますね。で、この時もこう、上髭でね、下がってきてますけど、三角持ち合いの動き、もう一日ね、調整して切り返してきたら、この上げ三方みたいな動きになりますよね。でじゃあ今日の、5分足を、見ていきます。これ5分足のチャートですね。ここが26日、この時は25日が前日がこうなりますね。で、寄り付きから大きく上げてるのが分かりますね。寄りから大きく上げて、その後約20分ぐらい、横ばいしますけど、こう三角持ち合いになってきてますね。で、実際ちょっと日足の方でね、もう一回確認しますけども、この三角持ち合いを抜けてくるところ、これもう12万5千円ぐらいまで来たら、この三角持ち合い、この上のラインですね。上のラインをこう抜けてきてるのがわかるかと思います。で、そうするといきなり最初の5分の段階で抜けてきてるわけですね。で、三角持ち合い、なおかつこう出来高減少ですね。で、出来高増えて切り返してね、この三角持ち合いブレイクというね、もうすごくわかりやすいパターンでね、上げてきてると思います。で、IR のニュースが出たのはね、なんか10時ぐらいというふうにね、出てますけれども、実際それ前から上げてるということはですね、実際そういうニュースがね、必ず漏れますので、インサイダーという形でなくてもね、どっかから情報が必ず漏れますからね、その分かってる人たちがこう買ってくるわけですから。で、我々一般個人投資家はね、そういった情報がね、入ってきませんけれども、チャートの動きを見てね、強い動きであるなというやつをマークしていけばね、そういったこう材料にもね、運が良ければね、当たって大きくね、最後ストップ高までね、上げていきましたけれども、基本的なチャートの動きをね、見ていれば、乗れた銘柄ではね、ないかなと思います。あとこういった直近のね、この辺もそうですね。一回陰線で被せられますね。この辺も高値で陰線でね、被せられますけども、やっぱ抜けてきたとこですね。要は被せの上抜けとかはね、買いの際になりますけども、高値つけて陰線、高値つけて陰線、それをこう抜いてくるとこですね。出来高伴って抜いてくるというところはね、マークして、参戦してね、買い目線で見ていかれるとね、いいんではないかなと思われます。では以上でアンジェスのですね、解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。